収チャンネル。はい、年収チャンネルの株本です。ゆさきです。どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今日は年収チャンネルの株本さんにインタビューさせていただけるということで、今日は株本さんの自宅の前に来ております。いや、金持ちだなー、いいなー。今から家にお邪魔して、あーちょっと救急じゃ。ということで今からお邪魔して株本さんとお会いしようと思います。いくぞ。すごすぎる、すごすぎる。本当にお金持ってるんだなぁ。片付いてないですよ。はい、大丈夫です。お邪魔します。すごい。え、これ、でかっ。すごっ。え、これ写しても大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。すげえ。横座っても大丈夫ですか？大丈夫。あ、ありがとうございます。ちなみになんですけど、お土産を買ってきまして、みかんかゴロッとミックス、どっちがいいですか？あ、じゃあみかん。あ、どうぞ。あ、ありがとう。はい。ゼリーとかはあんまり食べないですか？30年ぶりぐらいに食べました。本当ですか？先に言いますけど、僕社会不適合者なんで、あんまり参考にならないと思いますけど。全然、はい、鎌本さんなりの答えということで、自分が企業を選ぶときにどういった基準で見つければいいかわからないっていう方が多いんですけど、株本さん的にはどうアドバイスされますか？ありがとうございます、完食していただいて。一言で言うと、これからはこの時代なんですね。自分に合った会社とかを探す必要はなくて、自分が子が一番市場価値が高くなる環境を探すっていうのが、これからの就活生の最適解だと思うんですよ。確かに会社名とかじゃなくて、自分が戦闘力が上がる環境に身を置くっていう軸で会社を選ぶのがいいんじゃないかな。確かに。でだからといってベンチャーに行けばいいってわけでもないですもんね。なんかよくわからないベンチャーの企業もいっぱいあるじゃないですか。そこも総合的に考えて判断するっていうのが大事ですね。そうですね、おっしゃる通りで、ベンチャー、僕どちらかというとベンチャー推しなんですけど、はい、でもクソみたいなベンチャーの世の中死ぬほどあるんで、うん、そこに入っちゃダメで、うん、まあ、でもそれって入ってみないと分かんないんですけど、ただ少なからず自分が戦闘力上げたいとか市場価値上げたいっていうのを強く思ってれば、はい、ベンチャーに入った後もそういう仕事に配属されやすいんですよ。結局思考がそういう風になってる人は、はい、戦闘力上がる環境にやった方が伸びるんで、うん、その会社の社長もそういうところにアサインするんですよ、うん、まあ 100% じゃないですかね、うん、なので基本的に自分の信念っていうのを強く持った上で、はい、それになるべくこう活かせそうな場所に入り、その会社でその思考を強く持ち続けることで、その会社内でそういう環境を作り上げるっていう、すごい抽象的な。いや、でも確かにめちゃくちゃ本質的ですよね。それが個人の力をどこに行けば力をつけれるのかっていう軸で決めていただければなっていうふうに思います。僕ね、就活生の時もこの時代が来るっていうのはうっすら言われてたんですよ。2013年卒、はい、6年前とかなんですけど、で、その時よりも今の方がはるかに子が強くなってるんですよ、はい、要は SNS とかYouTuber とかって6年前はなかったですから。そうですよね。だからそういう時代になってきてるんですね、うん、で、今言えることは今以上にさらに強くなるんですよ、この力が。まあ、これ話すと長くなっちゃうんで割愛するんですけど、はい、100% 個の方が強くなる時代がどんどん来ていて、今はもうすでに始まってるんですよ。個の力がつかない大手企業に行くと本当に結構地獄の40代とかを迎えると思ってます。おっしゃる通りだと思います。なんで YouTuber とか結構バカにされがちですけど、結構その、なんていうんですかね、軸に合ってるかもしれないですね。個人の力をつけるっていう意味では、株本さんが人を見る時のなんか見極めじゃないですけど、どういうところを見ているかっていうのをお聞きできたらなっていうふうに思います。質問にちゃんと答えられるかどうかですね。なんか、はい、僕が質問した時に結論からちゃんと答えられるとか、長くないとか、話が長くないとか、こっちが聞きたいことをちゃんと理解して答えてくれてるかどうかとか、そういうところでなんか地頭の良さが出るんで、まあそれができてる人はスキルがなくてもすぐ伸びるので、はい、そこで見てます。なるほど、はい、ちなみになんですけど、なんか最近会った人の中で、こういう人が能力高かったなっていう人いますか？あ、でも
しゅんくんって呼べばいいのかな。いや、はい、しゅんくんは、なんか僕に LINE 送ってきて、はい、まあ、今回のこのアポの依頼を送ってきてくださったじゃないですか、はい、でその時に自分がこう空いてる日付の候補日を最初からパッと送ってきてくれたじゃないですか、はい、だすごい返信しやすかったんですよ。 ありがとうございます。でこれって今学生ですよね。はい、大学3年生です。それができる人って意外と多くないんで、まあすごいいいなと思いました。ありがとうございます。え、お世辞とかではないんですか。あ、もちろんもちろん。あ、やった。いつ空いてますかってこうもし送ってきてたら、それを送られたら僕自分のカレンダーを見て、空いてる日程を見て、この日の何時か何時、この日の何時か何時かって僕が送んなきゃいけないじゃないですか、うん、それってすごい手間かかりますよね。そうですよね。だからアポ取りたいって時に自分の空いてる日程まず送ってくれたじゃないですか、はい、で場所も一緒に送ってくれて、僕はなんかここでって言えばすぐアポ取れるようなメールで送ってきてくれたんで、なんで仕事できるなって思いました。 ありがとうございます、はい、仕事は多分そんなにできないんですけど、はい、嬉しいです。ありがとうございます。偉そうです。いえいえいえ、もっともっと食べてください。ありがとうございます。どういう人ができるかっていう時はやっぱ相手の想像力がある人っていうことですね。そうですね、はい、今のまとめとかもうまいですもん。だからつまりそういうことなんですよ。相手の立場になって物事を見れるかどうかってすごい重要で、はい、その相手が今どんぐらいの稼ぎでどんぐらいのステータスでどんぐらいの状況なのかっていうのを、はい、明確にイメージできると、その人の相手のフェーズによって立ち回り方って変わるんですよ。例えばじゃあ僕はもう本当偉そうで恐縮なんですけど、はい、会いたいっていう連絡ってめちゃくちゃ来るんですよ、はい、だからめちゃくちゃ来る中でそういうメールを送ってくれる人にはすごく返信しやすいんで返信したくなる、はい、ですけど全然メール来ない人だったらそこまで丁寧にやる必要はもしかしたらないかもしれないですよね、はい、だからその相手によって変えなきゃいけないんですよ。確かに。そこの相手のステータスだったりとかをちゃんと想像してやり取りができる人っていうのは結構多くないので、ちょっと頭抜けないかなっていうイメージあります。なるほど、はい、おっしゃる通りだと思います、はい、僕も意識的にその関係値とかによって分量とかめちゃくちゃ変えてますもん、うん、これ大事ですよ。わ、うん、かりました、ありがとうございます。じゃあ最後の質問なんですけど、年収をちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、結論9000万って僕は言ってるんですけど、はい、まあ年収っていろいろちょっと言葉の定義があるんで、はい、ちょっと正確に言いますと、僕の会社はフリーランスの人しかこういない会社で、だから社員は僕一人なんですね、はい、100% 僕の株主オーナーなんですよ、はい、で借り入れとか、在庫とか一切持ってないっていう状態なんで、まあ、要は、収入は全て自分のものに使えるっていう前提がまずあります、はい、で大体月の売り上げが4000万ぐらい、年間でまあこのペースで5億6週ぐらい。そうなんですね。月の売り上げが4000万ぐらいなんですね。で、まあでもそれ売り上げだから、はい、で、フリーランスの集合体なので、フリーランスたちにこう外注費として払ってるのが大体3000万から3200万とか、うん、なんで残るのが800から1000ぐらいなんですよ、うん、で、まあまあほぼほぼ固定費はないんで、そうですね、まあ、経理の人が20万ぐらい払ってるっていうのもあるんですけど、はい、まあ、それもフリーランスなんで副業でやってもらってるんですけど、なんで、まあ、そういうのさっぴいたとしても大体700、800は残るんですよ、うん、なんでこれを僕は自分の月収と表現してるんですね。なるほど、うん、でそうすると年間で大体、まあ、9000万とか1億とかが残るペースで今ずっとやってると、うん、ただ正確に年収っていろんな定義があって、うん、まあ、いわゆる役員報酬って言われるお給料ですね、はい、法人の利益から今度僕の個人にお給料を出すんですけど、うん、それを役員報酬といって、これが大体というか3400万なんですよ。それでも大きいですけどね。だから僕の正確に言うとお給料で言うと3400万で、はい、これがまあ人によっては年収っていう表現をする人もいます。なんで3400万っていうふうに言ってもいいし、はい、ただとはいえ普通の3400万の人と違って僕は残ったその5、6000万の方で会社のお金なんですけど 100% 自分のものですから、はい、それこそここの家賃もそこから出してますし、はい、交通費もそこから出してるし、まあ接待
接待費みたいな、なんかこう経費の枠で、はい、飲食だったりとかっていうのももちろんそこから出すこともできますし、っていうので実質その自分の役員報酬3400万はほぼなんか手をつけてない状態で回せるんですよ、はい、それめちゃくちゃいいですね。じゃあもう年収、まあ、約9000万って言って過言ではないってことですもんね。まあそうですね、会計上で言ったら3400万なんですけど、まあ別にどっちでもいいっていう感じですね。確かに、はい、いいな。ちなみになんですけど、株元さんって友達はいるんですか？友達、まあ友達、株元さんはちなみに彼女はいらっしゃいますか？なんで？いないです。あ、いないですね、うん、好きな人はいますか？いないですよ。いないですね。どういった人がタイプ？そんな質問だよ。いやいやいや、年収チャンネルに出てるような子です。あー、ね、じゃあ美咲さんいるじゃないですか。まあレギュラー化してるんですか？もういや、まあまあまあ、そんな感じ。レア化してほしいです、はい、僕は。初めて聞かれたら熱いよ、なんか。絶対好きになりません、ね、でも横にずっといたら。あ、もうなってるわ。テロだわ、そのなんかピュアすぎて。ということで、年収チャンネルの、もっと、株元さんが基本的になんていうんですかね、レクチャーするっていうチャンネルなんで、もっと話が聞きたい方は、下の概要欄に年収チャンネルを貼っておくので、よかったらご覧ください。はい、はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあな。